川崎エリミネーターとは、川崎重工業が製造を販売するオートバイであり、シリーズ車種として、排気量別に数車種が生産されている。車名は、排除するものという意味。他社が、ハーレー・ダビッドソン車製のクルーザーに似たスタイルを採用する中、従来のクルーザーと違い、ドラッグレーサーをコンセプトに開発されたマシンである。 イルミネーターは1985年に発表された。シリーズ第1弾は GPZ-900R のエンジンを使用した輸出向け車両であり、排気量は 900cc である。なお当時の自主規制では最大排気量が 750cc までだったため、当年に国内モデルのイルミネーター750を発売した。エンジンは当時世界最速マシンだった。 GPZ-900R をもとに駆動方式をチェーンからシャフトドライブに変更し低中速重視のセッティングとしたもの。発進加速はドラッグマシンらしく元となった GPZ-900R を上回る性能を見せた。1987年には輸出向け最上位機種の ZL-1000 が追加発表されている。 イリミネーター400は1986年に発売された。車体デザインは上位車種を踏襲したものとなっており、エンジンは GPZ400R に搭載される ZX400 でを流用した ZL400AE 型。このミドルクラスの最大の特徴としては、900と750ではテールランプの上にセットされていた。 ナンバープレートが株へ移行している点が挙げられる。初期型ではまず、注文生産という形でエリミネーター400、パーソナルバージョンを送り込んだ。そして需要が見込めることがわかると異なる2タイプの仕様に分けた。1988年には、モデルチェンジが行われ、キャストホイールとビキニカウルを装着したドラッグ仕様の SE と旧モデルを、 スポークホイールに乾燥してメッキパーツを採用したレトロ仕様の LX の2タイプに分かれた。一般的にエリミネーターといえばこの時発売された SE のイメージが一番強いとされている。1993年にはモデルチェンジとともに仕様統合が行われ単一グレードとしてスポークホイール仕様の ZL400D が登場したが これが 400cc クラスの最終タイプとなった。なお、ZL400 をベースとして、排気量を拡大した日本国外向けの輸出専用モデル、エリミネーター500や、エリミネーター600も存在する。エリミネーター400、エリミネーター250は1987年に発売された。上位機種と同様のデザインと、グランプリ 250R から流用された。 DOHC4 バルブ水冷直列2気筒 EX250EE エンジンを搭載している。2気筒エンジンでありながら 250cc の馬力規制上限の40馬力を発揮した。1988年には400同様に SELX 仕様としてモデルチェンジされた。この時のモデルには日本国外向けに別仕様のエンジンを搭載する。 車両も存在していた。イリミネーター 250LX1997 年には、従来のシリーズとは趣を全く意にする 250V が発売された。これは新たに開発された、V 型二気筒エンジン、VN250AE を搭載したモデルである。今までのエリミシリーズの特徴であった、GPZ のエンジンを中低速よりにセッティングして、 搭載するというパターンではなく、新型の v ツインエンジンを採用したことで、従来のドラッグレーサーコンセプトから、クルーザースタイルへ転換されることになった。また車体デザインもステップ1など、クルーザースタイルを踏襲するものとなっているため、旧モデルの愛好者からは別シリーズと認識されたり、存在自体を無視されがちである。これは、GPZ900R ユーザーによる、 現行忍者への態度と同様の傾向である。出力に関しては、1998年と、1999年式前期型、が38馬力、1999年の平成11年度、ハイガス規制後では、1999年式、後期型と2000年式以降が35馬力となっている。なお、 平成11年度排ガス規制は1999年10月以降の登録者が適用の対象であり、その対策のため前期型マフラーに後期のキャブを搭載した36馬力の1999年式中期型も一部に存在する。2007年時点でも車体色の追加のみではあるもののイヤーモデルが発売されていたが、 同年9月の平成18年ハイガス規制により、生産終了が公表されている。イリミネーターは1997年に発売された。このモデルはタイで生産された車両を日本に正規輸入する形で販売しており、車体デザインは後に発売された 250V と同様であるが、単気筒エンジン BN125AE を搭載している。 エンジン出力については、1997年の発売当初は 13.1PS であったが、2000年からは平成11年度排ガス規制により 11.8PS と低下し、2003年からは平成13年度騒音規制により 7.3PS とさらに低下した。日本使用者は2003年モデルからトルク出力が、 三千回転で最高となるよう設定され、勝敗気量者としては極めて珍しい低速よりのセッティングとなっている。これは往年のトライアル向け車両に似た設定というわけではなく、原付き2種の自動車騒音規制がオートバイの中で最も厳しくなったことから、エンジンの回転数を抑えることにより騒音規制へのクリアを図ったためである。 これは、欧州向けの低出力仕様を元にした、セッティング変更であったが、2000年モデルに比べ、大幅に加速力が低下している。なお、この時の規制強化による数値の変更は1デシベルで、あるが、これは音圧にして、約11%の削減に相当する。このように、日本メーカーの新車オートバイに適用される。 現在の加速騒音規制は大変過酷な状況にある。車両の伝送系やブレーキなどがマイナーチェンジの際に強化されているが、当初から2003年モデルの間までに4ラムの重量増となっているイルミネーターは乗っている人こそ少ない車両ではあるが、日本国内において、 小型自動二輪車の教習車として用いることができる 125CEC クラスで唯一の MT 車両であったことから販売され続けていたが2008年9月の平成19年排ガス規制強化により日本向け仕様は生産終了が公表されているなお北米向け仕様は2010年まで販売が継続されたイリミネーター125ありがとうございます